どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらのアネモネさんに来ております。今日ね、デッドストックの、名前なんだっけ、ジョンスメドレーのポロシャツがめちゃくちゃいっぱい入荷した日ということなので、ちょっとそれも見に来ました。あとロングコートが個人的にすごい気になってるんで、ちょっと見せてもらおうかなと思います。じゃあ行きましょう。調整のやばくない？すごくない？80年代とか90年代ぐらいでしょ。こっちが L サイズとか XL とかで、こっちの方がちっちゃいのかな。 L サイズ全部1個ずつ紹介してください。もう切りないね、永遠に終わんない。大体24,000円。ウールなのかな、生地的にはウールなの。そうです、ウールですか。デッドストップです。目つぶしまくる。これサイズはどのあたり見ればいいですか。そうですね、下から M、L、XL みたいな並び方。あ、じゃあ S はなくて M からみたいな。 S は上にかかってるんですけど、角がそんなになくて。あ、ここら辺ですかね。あ、ちなみに長袖なんですか。そうですね、全部長袖のウールの。へぇ、あ、じゃあこんな感じなんだ。黄色いだ。ウールだと結構洗濯普通にしていくと、はい、結構よれたり縮んだりいろいろしてきます。そうですね、まあ、一応洗濯機で回せるようにはなってるんですけど。あ、そうなんですね。こう頻繁に回さなくてもちょっと何回か着てっていう感じの方がいいかな。あとはこう手洗いとかでも楽しいので、はい、いいかなと思いますね。すごい、チクチクしないですよね、この感じだと。多分時間が滑らかにしやすいかなと思いますね。この色合いとかめっちゃ好きだ。これで80年代とか90年代くらい。ああ、そうなんですね。はい、へえ。バーバリー。一枚袖。いや、これはなんかそういう感じのやつじゃない気がするし、一枚袖ではないね。ここに縫い目がこっちも2箇所にある。着てみたい。着てみてもいいですか。はい。これはどこのブランドなの。アメリカなんですね。カシミヤ 100% ですね。かなり生地感が。すげえ。すごい柔らかいですね。これいつぐらいのやつ？割と最近の。これってこの上から着れますか？そう、全然。あ、本当ですか。
いい感じのサイズ感です。いい感じ。あ、本当に？ちょっと鏡。ピシッとする。こんだけやっぱピシッとなると、ちょっと中もピシッとした方がいいですよね。あんまカジュアルには合わない。そうですね。シャツとか、まあ、あとはこうニットポロとかタートルとかもすごい相性がいいかなと思いますね。綺麗めにまとまると思います。そうですね。さすがにスカジャンの上にこれは着れないわな。ちょっとセンス。分かってない。いやでも綺麗なこの、しかもあったか。シルクだ。バーバリーのシルク。これもちょっと着てみていいですか。中に例えばニットとか着て、一番最後着てもちょっと着やすくはなるかなと思いますけど。中しっかり着てあげてっていう。なるほどね。寒そうにあんま見えないですかね。そうですね。まあ本当に寒くなってきたらウールのものとかやっぱいいかなと思います。それまで楽しんでいただけるような感じ。ちょっとシャカシャカする感じが、そんなにこう真冬にって感じじゃないですか。あ、でもやっぱこう無双無双ですね。表地と同じ地で裏地にも使っていると思います。ということですか。裏も無双要は表地と裏地が同じ生地。裏地ってほら無双っていう、無双仕立て。そうですね、無双仕立て。かっこいいな。シルクですよね。シルクですね。 100%。 はい、爆弾シルク 100%。 ちょっと見てみていいですか。サイズの、あー、そうか、肩がちょっと出るの。やっぱ一枚袖じゃないとちょっと肩がやっぱふっくらします。そうですね、若干やっぱこう目があると丸みは出やすいですけど、サイズが合ってればすごくは出ないかなと思う。あと俺は撫で方だから余計にポコってする。友達めっちゃ怒り方のやついるけど、多分そいつはすげえ合うと思うんだよね。いやーでもこれめっちゃ合えばね。1枚袖だったこれ、はい、めっちゃいいね。見たら分かるんですか。まあそうだね、こっち側に縫い目がなくてこっちしかシームがないかな。ほら、だいたいここにある。あ、こっち側に、そうそう、ここにあると1枚袖じゃない、ここに。感じも好きなんだよ。60年代一枚袖。すごっ。綺麗ですね。大きい。ちょっと大きいね。
シミア、ブルーのカシミアの1枚袖、ちょっと大きいから袖にサイズ。これもカシミア 100%。この柄も これ1枚そうですかね。これはレディースの、これはメンズ、あ、こっちレディースです。あ、1枚ウールギャバ、すごっ。ウールギャバのバーバリーブラック超かっこいい、すごいな。あとこのリーバイス持ってるからね、ビッグイ、501のビッグイが、この505のシンズル、すげえなっけってアメリカの、うん、すごい。はい、というわけで、いろいろ店内見てきましたが、ちょっとまあさすがにあれですね、いろいろ買い物しちゃったんで、シングルとかのコートはちょっと手が出なかったですね。やっぱりものすごいスペシャルなんですけど、またお金貯めてね買いたいと思います。はい、いやー、というわけでこんな感じでした。アネマさん本当にいいチョイスなので、ぜひぜひ。場所は、場所はあれですね、本当ミリタリー屋さんと観光地の間の道入ったところ、あそこにある寺が目印のアネマさん、ぜひ皆さん行ってみてください。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。